ペンネーム、ほんとさんからです。ありがとうございます。さて、お題ですが、はい、鍋ということなんですが、一人物はなかなか鍋はしません。ヒート風ぐらいですか。お一人様用鍋もありますが、うん、そこまでする気にはなりません。うん、小さい頃は、タラの白身、うん、と豆腐と昆布だけのシンプルな鍋をよく食べました。そのせいか、いろいろ入っているものが好きですが、うん、シンプルな方が今でも好きです。うん、外食だと、他の人に合わせてしまうのであまり絶対にこれというものはありません、うん、そういえば最近真ん中を分けて2つの味付けを楽しむ鍋がありますが、うん、あれを最初に食べたのは返還前の香港の意味がよくわからない。イギリスからさ、そうそう返還されたじゃん。そうなのよ。そうなんですか。香港って言うからね、うん、イギリスの領土だった時に食べたんじゃないか。そんなに昔、そんなに最近、どれくらい、20年経たないかな。立たないよね、うんうん、香港でした。観光客のあまり行かないところが好きなので、現地の人で比較的繁盛している店に一人で入って初めて見て珍しいので食べました。その店ではトイトイワンと呼んでいたのを記憶しています。何種類も味を選べて、うん、海鮮と肉の組み合わせにしたはずですが、まあまあだったっていうだけしか覚えていません。うーん、いいね。それからちょっと外れるかもしれませんが、鍋焼きうどんは好きで、冬に時々食べます。その延長というか、名古屋の味噌煮込みうどんも好きです。名古屋の知人、東京から来た中には赤味噌がダメな人がいると聞いて驚きました。今度は闇鍋がやってみたいです。バリビのスタッフ、今度の闇鍋パーティーどうでしょうか。闇鍋は嫌だなぁ。あのさ、最近さ、しゃぶしゃぶ行くとさ、こうなってるやつだよね。もう最近定番だよね、あれ美味しいよね。あれ家にあったらいいなと思います。あ、楽しいですよね。確かに。分かれてる鍋といえば、うん、最近ハピコレで、うん、1つのフライパンで10分でお弁当が作れるって言ってる。あれ誰か買った人います？意外と思ういや、よくお弁当、しかもハピコレがまず分かんないんだけど、柳原加奈子ちゃんと、うん、山田優ちゃんの CM で、うん、フライパン一つで3つに分かれてて、私お弁当ばっか作るんですよ、平日作ってね、なんてね。ので、うん、一気にフライパン一つで、じゃあ目玉焼き、じゃあ卵焼きと、なんかいろいろ焼けるってすごい便利だなと思って。それさ、それ遅く、もう伸び伸びになってるさ、うん、レナの誕生日プレゼントも半年ぐらい前の話だけど、うん、それでさ、徳間長谷川さん買ってくれてるから、それ買ってもらえばいいじゃん。長谷川さん、うん、炊飯器がいいな。ごぼうだけ、私の炊飯器、それ3号だけなんですもん、千葉さん。ごぼうだけ、今レナちゃん、私のね、お風呂の炊飯器。そうなんです、千葉さんのお風呂なんですよ、うん、ね、あげたんだよね、うん、あ、そう、使ってます。だから5号だけが欲しいけど、まあ、ハピコレでもいいかな、うん、通販でしか買えないみたいで。はい、次行きましょう。あの、はい、一人鍋しないの、家でレナ。お姉ちゃんいますもん。あ、そっか、うん、電気鍋もあります、ちゃんと。私ね、家に帰るとお母さんが一人鍋用で夜食で作ってくれてる。あ、便利ですよ。あれ土鍋のやつですよね。そう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 、あれすぐかびるんですよね。本当に湿気多いから、ね、キッチンの中に入れといたら、もういや、土鍋がカビ好きなのか、土鍋にカビばっかり入る。何の話？もうやだ。だからやだ。じゃあもうやめましょう。はい、次。じゃあ次、ペンネーム新潟人さんからです、はい。ありがとうございます。バニラビーンズのレナさん、リサさん、そしてシーバさん、こんばんは。こんばんは。サカサカサーカス買いましたよ。可愛らしい曲だし、うん、何よりも聴いてると元気出てきますね。うん、チクタクもおしゃれで超グッド、毎日超ヘビロテでパワープレイ中です。ありがとうございます。でお題ですが、僕はやっぱり湯豆腐ですね。うまい、安い、早い、簡単、おまけにヘルシーと、まさにパーフェクトな鍋。キングオブ鍋はこいつを差し置いて他にはいないですよ。なるほど。好きな具材は白菜、理由は特にないけど、どんな鍋にも必ず入っているので、なんとなく。リサ豆腐好きだよね。好き。なんかよく食べてるなっていう。え、嘘。なんかコンビニとか行ってさ、基本コンビニのご飯とか食べないけど、豆腐とか買ってるじゃん、たまに。豆腐はさ、安全かな。安全なんだ。うん、豆腐好きだよね。豆腐好きですね。あとね、その他ね、うん、あ、鍋料理、土鍋を使った簡単なレシピを紹介してくれてますね。じゃあそれレナ、カビの、これ、はい、はい、カビの、でも一人用の鍋では不可なんですって。本当だ、そこが浅くない普通の鍋。うーん、あ、美味しそう。白菜をミルフィーユ状にするみたいな。あ、本当だ、豚肉を。あ、うまそう。あ、美味しいよね、それ。美味しそう。じゃあそれ
聞いてたお腹空いてきましたけど、白菜の芯のところが好き。あ、美味しいよね、煮ると甘いからね、うん、甘い、うん、はい、どうぞ次。はい、はい、ソーセンさんの紹介でバニビューラビにメールしたんですけど、うん、住んでのところでチェキをもらい込めて紹介ね、寝込んだヨガツイボです。すいませんよ。今回もソーセンさんの紹介でバニビューラビにメールしました、はい、ありがとうございます。ふひひ私の大好きな鍋、そして絶対に入れる具材というとこ、ことですが、用意がめんどくさいので私は鍋は好きじゃありません。したがってお店もよく知りません。でもマロニーは大好きです。人の家の鍋パーティーでひたすらマロニーを食べます。たまにマカロニのことを考えたりしてみながら、バニラビーンズ最高、ヨーチェキ。なんかさ、鍋でも一番私簡単な料理だと思うんだけど、うん、簡単だと思う。切るだけですよ、うん、切って昆布入れた鍋で煮てて、あと好きなポン酢なのかごまだれかなんか、だって友達とか来たら鍋やるもん、分かる、一番楽だから、うん、それよりもマロニーは分かるけど、いろいろ集めてわーってやるのがやっぱ大変なイメージじゃないですか。コンロ出して、ね、大きい鍋使って重たいし、ね、かな、お鍋にも意外にね楽ですよ、楽だよね、うん、お鍋にマカロニ入れるんですかね。マカロニ、マロニーだよ、マロニーは入れるんだろうけど、たまにマカロニのことを考えたりしてみながら、違う、それマロニー考えてるだけでしょ、似てるなって、なんで言うの。じゃあ次読みます、はい、ペンネームうにょにょさんからです。ありがとうございます。放送の日は受験で東京のホテルに日本パソコン持ち込んだ、見ようと思ってます。うにょー、うにょー、頑張ってください。鍋の話ですが、水炊きの残りのだし汁でカレーとか作るととっても美味しいですよ。一晩寝かせるよりも全然美味しいので試してみてくださいね。美味しいかもね。11日のライブには行けそうなので楽しみです。例えば2月は一番寒いと思うので、いつもベンチコート着て風邪ひかないように頑張ってください。ありがとうございます。2月って寒いんだ。寒い、一番寒い、ね、ちょっと油断したぞ、うん、しないで、一番寒いから、うん、水炊きの残りのだし汁でカレーを作る、うどん、味噌汁うどんみたいなのは分かるけどカレーはないな。でもいいかもね、確かにね、うん、ちょっとやってみます。カレーは、カレーあれですもんね、鶏ガラとかで、そうだよね、取ると美味しいですもんね。そうだよね、なるほど、それいいアイディアだね。いいアイディア、グッド。あと1枚くらい読みます、はい、はい、じゃあ、はい、はい、お願いします。ペンネームキララさんからです。ありがとうございます。つむじが美しいレナちゃん、かっこ嘘者です。あ何やってた言うね、つむじてないし、浮かれてない、浮かれてない。つむじが美しいレナちゃん、リボンネイルがキュートなリサちゃん、そして公式サイトの更新かなりお疲れ様です。シーバさん、すいません、こんばんは、こんばんは、どうなってんですかね。いやいや普通になってるけどね、ニュース。お題です。好きなお鍋は酒粕を入れた鍋が好きです。とても当たります、温まりますね、うん、最後は分かる分かる、カトキチの冷凍うどんですよね、絶対。あ、関西人はそうですもんね。いやいやいや、私もそうだよ。あ、そう、よかった、よく分かるよ。私もカトキチの冷凍うどんが好き。普通のうどんはちょっとなんか、なんでもう一年中カトキチの冷凍うどん、うん、冷凍庫に入ってる、入ってる分かる。ガビー、最近あれレンジチンで作れるの知ってます？後ろの、あれもうレンジで、うん、1分間ぐらい両面するともう、うどんになってるの。うどんになってる、うん、うどんになる。リハコは全然わかんない話だから、なんでさ、なんで冷凍なの、うどんが。別に凍らすことないじゃん。あれ、さぬきうどんだから、あれさぬきうどんで、うん、腰があるように。いやだけどさ、仕事から帰ってさ疲れて、あーもう分かったごめんみたいなの作ってないけど私実家から。分かりました、すいません。はい、じゃあ次行きましょう。さぬきうどん乾燥麺作ったことないので我が家の定番です、うん、で一番重要だと思いますが、おすすめの鍋料理のお店は詳しくないので千葉さんごめんなさい、はい、なわけでまたメールします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。